下請け企業で働いていた23歳の若者が数ヶ月にわたる長時間労働に耐えかね、新国立競技場の建設現場から失踪し行方不明になりました。彼の死は自分には関係がないと思っていました。だって自分がこの企業で働くことはないから。だってこの工場の近く、工事現場の近くに住んでいるわけではないから。だってオリンピックを楽しみにしているわけでもないから。しかし今日たまたまこうして長時間労働について話すことになり、記事を調べてみて虚しい気持ちになりました。2016年12月194時間、2017年1月142時間、2017年2月196時間に深夜勤務3回、彼が働いていた残業時間でした。逃げ恥が流行ったからと僕と友達で忘年会をしながら一緒にドラマを見ていた時、きっと彼は働いていたと思います。バレンタインデーの深夜、
誰からもチョコをもらえないことを友達に愚痴って電話していた時も、彼はきっと働いていたと思います。そして3月に彼は失踪、4月半ばに遺書を発見され、自殺していることが分かりました。彼の死は自分に関係がないと思っていました。しかし本当にそうでしょうか。私たちはすでに知っています。新国立競技場の建設が働く人の無視や意思や働き方を無視して強行スケジュールで進められていたことを、そして長時間労働と多層的な下請けが当たり前になっている日本の企業では、元請け企業に示された納期を守るためには下請けが文字通り命がけで働かないといけないということが特段異常ではなく普通のことだということを、私たちはすでに知っています。彼の働いていた下請け企業は過労死を出したということの深刻さを知っておきながら、今に至るまで一人の若者を死に追いやった大成建設は謝罪さえしていないということを、彼の死は自分には関係がないと思っていました。しかし本当にそうでしょうか。私の姉も私も東京に住み、東京で働いています。彼は私の兄弟であったかもしれません。私の高校の同級生は東京の企業は、いや東京の大学を進路としています。彼は私の高校の同級生だったかもしれません。彼は私の大学の同級生だったかもしれません。そして何より彼は私であったかもしれません。そしてそうである以上、これが私や私の周りの人である可能性があった以上、働きすぎで死ぬという、もうこんなくだらないことで誰にも死んでほしくありません。今日デモにご参加の方、私の声が聞こえている方、私の話を聞いてくださっている方、あなたは一人ではありません。人は一人では生きていません。一人で頑張ることなんか何もないんです。そうだ。一人で思い悩むことなんか何もないんです。そうだ。彼の死は自分には関係がないと思っていました。しかし本当にそうでしょうか。私たちにはできることがあります。それは忘れないことです。彼がどんな働かされ方をしたのか、なぜ死にをやられたのか、それを防ぐ手立てはなかったのか、それを語り継ぐことです。私たちにはできることがあります。それは声を伝え、声を聞くということです。働きすぎている人に、死ぬぐらいなら休め、あなたの命より大事なものはない、そう伝えることです。見つかった遺書からは、身も心も限界な私はこのような結果しか思い浮かびませんでした。家族、友人、会社の方、本当にすみませんでしたと書かれていました。彼がもし労働組合に相談に来てくれていたら、彼がもし家族に話してくれていたら、彼がもし友人に愚痴ることができていたら、彼が一人ではないと思えていたら、そう思うと悔しくて仕方がありません。私たちにはできることがあります。それは声を上げることです。いくらお金を積まれようが、誠実に謝罪されようが、失われた命が返ってくることはありません。しかしこれ以上の犠牲者を出さないよう、今回のことが繰り返されないよう、職場から路上から何度でも声を上げることができます。私たちにはできることがあります。それは希望を語り合うことです。私たちの日常を、私たちの当たり前を壊そうとする人たちに抵抗の意思を示し、希望を共有することです。皆さん、ツイッターのハッシュタグ最低賃金1500円になったらって見たことありますか。最低賃金1500円になったら1日3食食べられる、最低賃金1500円になったら1日8時間寝られる、最低賃金1500円になったら病院に行ける、こんなささやかなことさえ許してくれないのが今の社会です。でも私たちはこの社会を変えていける力を持っています。最低賃金1500円になったら、息子が行きたいと言っていた習い事に行かせてやりたい。最低賃金1500円になったら、サマソニやフジロックにもまた行きたい。
語学の勉強も引っ越しもしたい。最低賃金1500円になったら、部屋に本がいっぱいになっても本を捨てるんじゃなくて本棚を増やしたい。最低賃金1500円になったら、今まで散々取り上げられて奪われてきた夢も希望も取り返したい。私たちにはできることがあります。怒ることです。皆さん、私たちはもっと怒ってもいいんじゃないですか。ほら、ある人が言っていました。こんな給料じゃ生活できないという労働者には、お前は甘えてるっていうくせに、最低賃金が上がったら経営できないっていう会社の言い分は認めるのっておかしいって。最低賃金上げたくないって言ってるの誰なんですか。非正規だからって賃金差別してるのは誰なんですか。女性だからって言って賃金を差別してるのは誰なんですか。非正規を増やしておいて内部留保を豚積みにして、実質賃金を上げないままにしてるのは誰なんですか。自己責任を人様に押し付けておきながら、差別と分断を図ってノーノーと生きながらえてるのは誰なんですか。私たちはもっと怒ってもいいんじゃないですか。ほら、コープロで朝9時から真夜中2時まで働かせていいって言ってるのは誰なんですか。働かせるときに休憩時間なんて与えなくていいって言ってるのは誰なんですか。24時間勤務を何日も連続させてもいいって言ってるのは一体誰なんですか。残業代をもう払わなくていいって言ってるのは一体誰なんですか。私たちはもっと怒っていいんじゃないですか。この社会は一部のわがままな企業や金持ちやバカな政治家のものですか。違うでしょ。私たちにコープロなんて必要ありません。そうだ、私たちに必要なのは、生きていく上で必要なのは何ですか。働いた分の時間のお金がちゃんとお金払われることじゃないですか。そうだ、同じ仕事をしていれば性別だとか雇用形態に関係なくちゃんとお給料が払われることじゃないですか。そうだ、過労死が出ないように長時間労働を規制するルールなんじゃないですか。そうだ、もっと学びましょう。もっと声を伝えましょう。もっと声を聞きましょう。もっと希望を語りましょう。もっと怒りましょう。個人の尊厳や公正な社会、希望ある日常を一緒に作っていきましょう。そして何より一緒に生きていきましょう。2018年5月13日、私佐藤勝弘はコートプロフェッショナル制度の汎用を求めます。そして長時間労働のために亡くなっていった名前も知らない多くの方々の死を悲しむことでしか生きていけない社会を変えることをここに誓います。ありがとうございました。ありがとうございました。ラスト恒例くんで、もうめっちゃテンション上げていきましょう。イエーイ。最低賃金1500円上げろ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 。最低賃金1500円上げろ上げろ上げろ。最低賃金1500円上げろ上げろ上げろ。最低賃金1500円上げろ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 。働いた分の金くらい払え。
ップの方まで進んでください。後方がスカウトおります。でもたちなんとか。全然大丈夫です。